じゃ、はい、ソフトバンク戦力外通告、まあ第2弾ということなんですけども、まあ前回の時には森とかね、まあそういうのを取りましたけども、ちょっとびっくりしたのは加山上林っていうところがまあ戦力外になったということ。まあ加山はまだ33歳というね、まあ左の変則なんですけども、まあ通算で463試合14勝7敗1セーブ136ホールド防御率が 3.08 という、まあ、立派な成績を上げてるんだけども、まあ、今年あまりこう成績が良くなくて、戦力外っていうことになったと思いますが、またその2年契約の、まあ、2年目ということで、まあ、あまりいい成績も上げられなかったということで、ちょっと、ね、戦力外に なりました。まあ先日のそのロッテの時のクライマックスシリーズの時にはベンチに入ってたりとかして、まあ、安田にね痛いところで打たれましたけども、まあまあでも必要な選手だから入れてたんじゃないのかなと思って、ちょっと、戦力外になったということはちょっとびっくりですね。で上林、この人もクライマックスシリーズの時にベンチに入ったりとかいろいろしててね、まあアキレス腱のその断裂の故障だとか、まあいろいろあって、まあ辛い時期もあったと思うんですけども、まあ今年、まあ復活してっていうか、まあ成績は今季は1割8分6厘、まあホームランなし、9打点という、まあこれからかなと思ったんですけど、まだ28歳だしね。で、プロ入り4年目。17年規定打席に達して2割6分13本塁打51打点という、まあ、成績を収めて、ああこれはすごい若手で有望なレギュラーが、まあ、出てきたのかなっていうようなそんな感じがして、でその翌年18年もですね2割7分22本塁打62打点、ああこれは立派なレギュラーが育ってきたなっていうふうに思ったんですけども、まあ、それからちょっと下降線をたどり、まあ、昨年はアキレス腱の断裂というようなことがあって、まあ、なかなかこううまくねレギュラーのポジションを取るということはなかなか難しかったんだけども、ただそのまあ見た感じではその柳田っていうそのすごい選手がいて、まあそれに次ぐ、まあ、選手が出てきたのかなっていうふうにものすごくこうスケール感もあったし期待をしたんですけどもね、まあここに来て戦力外通告を受けるという、あそうなんだなと思って、加山は12年のドラフト5位、上林は14年のドラフト4位、仙台育英からねこう入ってまあ有望視されたけども、まあただこの2人はねまだまだできますし、トライアウト受けても受ける前になんか声がかかりそうな、まあそんな感じもするけどもね、諦めないで頑張ってほしいというふうに思います。あと4人はですね、まあこうなってるんですが、まずびっくりしたのが高橋純平、まあ26歳投手、まあ、ドラフト1位なんですよね。でこの高橋純平っていうのは、中日と日本ハム3チームが競合してソフトバンクが射止めたという選手だったんだけども、まあ19年に中継ぎ45試合、3勝2敗17ホールド防御率 2.65 という、まあ19年には素晴らしい成績をまあまあ収めたんですが、まあ話に聞くとやっぱちょっと制球に難があって、ちょっとまとまりに欠けるというようなね、まあそういうことも聞いてますし、まあでもこのドラフト1にかかった時争奪戦になるなと思ってて、まあ3球団競合という中から、まあ、ソフトバンクに行ったんだけども、まあうまくこう開花することができなかったのかなっていうようなね、まあちょっと残念だなというふうに思います。で次佐藤直樹、外野手25歳、この人はね僕はすごく個人的に期待をしてて、まあとにかく足が速くて盗塁の技術があるということで、まあバッティングっていうことに関してはちょっとあまり大きくは成長してなかったけども、ただその足とかねそういう盗塁の技術とかそういうものは他球団でもものすごく使えると思うし、足だけでベンチに入れるような、まあそういう選手だけにね
このまま25歳という若さで埋もれていくっていうのはなんかこうちょっと寂しいなというね。まあソフトバンクはまあシュートしかり、まあいろんな足の速い選手、盗塁ができる選手がたくさんいるので、まあ重宝されなかったけども、足で1点取りたいとかね、まあそういったチームっていうのはまだ25歳だし、まだまだ走れるし、まあバッティングのことはね、徐々にでいいから、まあ、足だけ使いたいっていうような選手がなんかこの選手、佐藤は使えそうな気がしますよ。で、クキ、ね、まあ、キャッチャー、あそこはね、いろんないいキャッチャーが、まあ、出てきてるし、まあ、なかなかこう、やっぱ打てるキャッチャーじゃないと目が出てこないというね。で、下位にしたって、まあ、代打を送られたりだとか、まあ、するケースもあるし、やっぱ打てるキャッチャーといえばその渡辺だとか、まあいろいろこう控えているからね。だからなかなかこうキャッチャーとして、非常にこう成立していくのは難しかったのかなっていうような、まあそんな感じがします。で、最後古川ね、これ現役ドラフト組で、まあ1年で、戦力外になるということだったんだけども、この他にね、ロッテからヤクルト行った成田翔、中日から DeNA に行った笠原、ヤクルトからオリックスに行ったの渡辺大輝、日本ハムから、ね、ソフトバンクに入った古川という、まあ、4選手がやっぱこう戦力外を通告されるということで、やっぱ現役ドラフトで活躍できなかったら、まあ、短命に終わってしまうなというね、まあ、そんな感じがするんだけども、まあこの高橋純平は佐藤ね、特徴があるんだよね。高橋純平なんていうのはもう球威とかそういうことも素晴らしい選手だったし、まあ、佐藤は足が速い、まあ、古川っていうのは向かっていく、まあ、加山っていうのは、まあ、変則でね、まだまだ33歳っていうのは、まあ、使えるだろうし、まあ、上林、まあ、外野の不足してる長打力を魅力としてる選手だけにね、まあ、どっか取るようなところがあれば、ただその上林アキレス腱の状態がね、まあ、どういうことなのかというのがちょっとわからないけども、まあ、途中から入ったりだとか先発した試合も見たけども、まあ、そんなに遜色なくやってるような感じもするし、まだねこの野球を諦めるような年でもないしね、彼らはみんななんか特徴を持ち、いい選手なんで、これ変則だしね、だから、まあ、どっかトライアウト受けてもいいし、まあ、素質に掘り込んでもう一度ユニフォーム来てくれないかという声もかかってくるかもわからないけども、まあ、とにかくですね、諦めたら終わりだし、まあ、諦めないでこのみんなのこうソフトバンクの なんて戦力外をこう食らう人たちっていうのはなんかすごくまだまだできるっていう魅力的なね選手たちが多いので、ぜひ、まあ、諦めないでね、頑張ってほしいというふうに思います。期待してます。